ではではね。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。今日は R 氏からの依頼、そうリシャルミルのコピーだそうです。日付が変わらず時刻がどうしても非常に遅れるらしい。でまあこのタイプのこの外せる工具っていうものがなくて、この専用工具のあるものをちょっと買ってみました。これからさあ合うのかどうかな。よかったんだよ、リシャルミルの開けるやつ。ここで開けれんのかな。あ、合う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 。え、いけるの。4じゃん、5じゃん、4じゃん。4と5分かれてんのや。これ4だな。あ、合う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 。取れた。で、取れた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 。面白いぞ。取れた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 、取れるんだこれ。取れた。で邪魔なベルトは外しちゃいましょうと。ここスッと取れるから。でかっ、これだけでも。ではタイムグラファーは。ではクッてやってね、調子良かったんだよ、うん、あ入った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 。まあこの専用工具ぴったりでした。ネジがちょっと複雑ですね。これがないと開けれません。あらららら、意外と腐食って進むんだな。まあこれまた見たことないような感じですね。見たことないようなムーブメント、おそらくハリボテなんでしょう。そのハリボテを外してみよう。まずは巻き芯を抜いていきましょう。まずは巻き芯を外します。押し取りっぽいところをまずは押してみましょう。この巻き芯じゃない、じゃないな。ほら、そう今押したのはハリボテを押してました。ちょっと分かりづらいですね。なかなか面白いです。押したローターを外したら、そう、あ外しにくいんだよね。キャップがしてあります。これまたハリボテな感じで、キャップがしてあり、その中にビスが隠れてます。ネジが隠れてます。ローターを外しましょう。ローターを外せばハリボテも外れてくるでしょうが、このなんていうのかな、すんなり外れるかどうかさっぱりわかりません。やったことはありませんのでね。取れたと。これであとはハリボテを外せば、このビスみたいなのもあるんですが、
なんか効いてるような効いてないような、なんとなくこれはダミーっぽいね、ダミーっぽい感じだな。見るとやはりダミーだな。これはこのハリボテを外さないとムーブメントが見えてこないんですよ。またまた複雑ですね。初めてやるものはやはり複雑です。そう、このまま外せんじゃねえと思って、変じゃんこれ、外れたわ、外れた、外れた、すげえスペーサーだ、取れた、ハリボテとスペーサーが一緒になってる感じでしたね。まあそうとはいえ何のムーブメントなんでしょう、さっぱりわかりません。まあ時間が大きくずれるって言ってたので、どっかやはり不具合出てるんでしょう。中央に見えるやはり数字、あれはどう考えても日付ですよね、日付です、カレンダーだと思うんですよ。これを見ると、まあちょっとまあ今マキシンを入れますから、ちょっと動きの確認をもう一回してみます。これを見るとね、やはりスモールセコンド左右ありますね。そして真ん中6時1、真ん中の6時1は見ると24時間系、そして左側今動きましたね、日付 日送りとともに動きましたが、肝心の日送りされてない、12時ぴったりでスモールセコンドは一コマ動きましたが、肝心の日付が動かない。ほら35日ってなってるし、そんなことないでしょ、絶対そんなことないでしょ、何かがおかしいんですよ。やはりほらスモールセコンドは動くんです、スモールセコンドは動くんですが、12時でこの肝心な日付がやっぱり動かないんですよね。これがやはりこの日付、そしてカレンダーあたり、これが多分壊れてるんじゃないかと思います。それにより何か引っかかっていることにより少し時間が遅れるとかずれるといった症状があるんだと思います。ただこのムーブメント初めて見ます。何のムーブメントだろうと思って初めて見るので、まずそこからですね、替えのムーブメントがあるのかどうかです。難しい。ツインブリッジではあるな、ツインブリッジではあるんだ。そう、天風脱進機はツインブリッジなんですが、これ見たことないな、ちょっとね探しましょう。何のムーブメント、これ何のムーブメントなんだ、ちょっとムーブメントを調べます。ということで今日はね、またある氏からの依頼で、要はあの時計リシャードミルのコピーらしいんですけど、時間が大きくずれるらしいんですよ。でまあ数字の部分が全く変わらないと、おそらくあれはカレンダーだと思うので、カレンダーが機能してないんだと思います。それによるその時間のずれっていうのが多分発生してるような感じではないかなと思います。でまあいろいろ調べたら LB20 とかっていうのでアリエクで見つけました、あれっぽい感じですね。要は一番下のスモールセコンドが24時間系なので、じゃあそこは多分ムーンとかああいった感じのね、ムーンフェーズっぽい、あのね、あれだね、太陽と月のやつ24時間で一周するやつ、あれだと思うんで、あれあったんですよ、あれがあって、でカレンダーもあの位置のバンってあったのがあって、あこれだなと思って、なのであれ、それを買ってみます。それを買ってみて、で果たしてそれがちゃんと機能するのかどうか、うまく稼働するのかどうか、それによってきちんとこのカレンダーが動くのかどうかっていうのをね、ムーブメントを交換してみます。でこれね、この時計ね、この専用工具がないと開けれない、全く開けれなかった。いろいろ試したんですよ、こうピンセットで挟んでみたりとか全然ダメで、あの専用工具でないと全く開きません。あれもわざわざ買ってね、やってみました。開けることができたので、なのであとはもうムーブメント飽きて、ムーブメントを交換して、果たして全くあれ、ほらカレンダーが全然動かなかったじゃないですか。これ多分ダメなんだろうなと思って、それはきちんと動くのかどうか、
で、はたまたこんなコピー見たことないから見たことない、初めてでしたから、こんなのもあるんだぐらいでしたから、ちょっとそれできちんと動くのかで、まあやってみてですね、きちんと動けばまたお返しできるのかなと思ってます。また面白いのありますね、いろいろある、いろいろ見つけてくるなと思って、いろいろ見つけてくるなと思って、ちょっと面白いなと思って、次回ねちょっとムーブメント買って、これがね治るのかどうか、ムーブメント効果やってみましょう。ってことで、日々の作業はね、インスタ、ツイッター、あと修理依頼なんかはね、インスタ、ツイッター、そちらでね、受け付けておりますので、そちらに、まあ、メッセージ飛ばすなりしてください。なので、そちらのね、インスタ、ツイッターのフォローもお願いします。で、まあ、修理依頼なんかは、やはりあれですね、以前に出した動画のそのリンクも貼っておきますので、その動画を見てくれれば、ちょっと流れとかつかめると思いますんでね、そちらもぜひ見てください。依頼される方ですね。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。次回は、ムーブメント効果で治るのかどうかやってみましょう。いろいろあるね、変わったのが。